今回は藤沢さんと一力さんのネット碁の対局を解説したいと思います。黒番が一力天元、白番が藤沢女流本因坊ですね。でこちらにかかっていきましたね。一力さんの碁はですね、最新のAI の考え方を取り入れた打ち方が多いですね。なので一力さんの棋譜を見るということは、もうトッププロの最新の打ち方が学べるということになるのかなと思いますね。でこちらに打ちましたね。これもですね、こちらに単に挟むっていうのは囲碁 AI の絶芸がよく打ってる打ち方で、絶芸流のハサミなんですね。これはですね、まあ常識的な考え方ですと、ここ戦ってくのが、まあ常識的な考え方ではあるんですね。ここで一回飛びを打ちまして挟む、まあ、これは黒もやれる戦いなんですけど、この単にこちらに挟むっていう打ち方がですね、囲碁 AI の絶芸がよく打ってる打ち方なんですね。でこれですとね、白もつける手がいい手で、一見これ黒が隅に閉じこもる打ち方で、なかなか人間の感覚では気づきにくい打ち方なんですけど、これ意外と隅の地に辛くて、これがですね、厚みなんですけど、まだ弱点のある厚みなんですね。で、白こちらに打ちました。例えばここで、こういう風に打つと、こちらに打つ手がいい手になりまして、まっすぐと、こういう風に、どんどん外から利かしていくんですね。こういう風に打ちまして。これ厚みなんですけど、一応攻められる可能性の、ある厚みとなってましてね、結構外側からね決めることができるんですね、効かせるんですね。でこういう風に下辺に開いていって、これなかなか黒としても隅の地をえぐってますし、下辺も入り込めてるので、これ結構黒の理想的な展開なんですね。なので白はこちらに下辺に単に開くぐらいですね。でここに打ちました。これもですね、囲碁 AI の絶芸がよく打ってる打ち方で、まあ古い碁ですと本因坊秀作とかがこのコスミから掛けとかは打ってた打ち方でもありますね。これこの掛けをね、かなり早い段階で決めるっていうのがですね、人によって判断の分かれるところで、これ僕の感覚ですと、この掛けよりもここに打つのが僕の第一感ではあるんですね。この掛け決めれるか決めないかっていう話なんですけど、これどうしてかっていうと、囲碁 AI の絶芸なんかよくこの掛けを利かしと見てるんですけど、まあ、こういう形になるんですけど、この掛け打って伸びての2手の交換が利かしになるのか悪手になるのかっていうのは結構難しいところではあるんですね。実戦この2手を決めてこちらに打ちましたけど、この掛けを打ってしまうとこの飛びが非常に好点になるんですね。わかりやすく解説すると、まあ単に打つ手もあると思うんですけど、単に打った時に白ここに打つかどうかっていうと、ここに打った時にですね、まあこれは単に開いといて、右辺の価値が高い場所ですので、これは受けといて黒は不満ないんですね。まあ後から後にですけど、ここに打つような狙いも残ってますから、この交換は自体は黒不満ないんですね。で実戦の進行っていうのは、白がここに打ったり普通に、まあ、手割りとかで考えるとこういう理屈になってまして、
で、こういう形になった時に、この黒のカケと、この伸びっていうのは白を固めてる悪手になってるんですね。これは明確な悪手になってます。なので、この白の飛びっていうのは、この黒が利かした石を悪手にした意味があるんですね。例えばこれが決まってなければ、まあこういうふうに言った時に、ここに伸びるのが結構悪手になってまして、ここにつける手とかもある場所ですからね。まあこういうふうになった時に、まあちょっと白の形が歪んでますから、まあ黒が強くなってからですけど、後にまあこういうふうに跳ね出していくっていう味がありますからね。まあここら辺に黒石が来てからの話ですけど。なので、こういう手を消してますので、この賭け打つかどうかっていうのは非常に難しい問題ではあるんですね。まあ今はその試行錯誤の段階というか、まあネット碁なのでいろいろ試しているのかなと思いますね。ただこの賭ける手っていうのは AI が打ってるから絶対的に正しいんだっていうふうに思ってると結構非常に危険な打ち方なのかなと思いますね。難しいところです、本当に。で、ここに打ちまして。で、ここですね。この切りが非常に、やはりこれがもうトッププロの一手というか厳しい一手でしたね。これはちょっと気づかなかったですね。これ主張がいいということで、ここに打った時にちょうどここに黒に当たるということで切ったのかなと思いますね。ここまで黒踏み込めるんですね。まあ、どういうことかというと、ちょっとこういう上からもまともに戦ってくる手が非常に怖いんですけど、これはもうまともに戦って、まあ、こういうふうに当てを打って繋ぎとかですかね。繋ぎとかでもまともに戦えるという判断ですね。これ周り白石、たくさんあって黒が危なそうに見えるんですけど、こういうふうにコスミとかで上から取りに来られて危なそうなんですけど、これここに桂馬にする手があるんですね。で、こういうふうに出て、切った時に当てを打ちまして、こういうふうに打つ手があって、なんかこういうふうに打たれて黒が危なそうに見えるんですけど、黒3手あるんですよね。なんか白の、まあ先にこの跳ねが決まってたと仮定すると。まあ、黒3手ありまして。で、白も3手なので、まあ、単純にこれダメ詰めてまして、攻め合い黒が勝ってるんですよね、1手。なので、これまともに戦えるんですね。意外と取りに来られるっていう心配がないという判断ですね。だからここ実戦伸びぐらいということで、これ1本利かしになりましたね。で、ここに打ちましたね。この手もすごい頑張りでしたね。これはですね、常識的な考え方からすると、今、右上の黒って結構弱いので、というか、ここが急場だと思っていたので、まあ一番普通なのはここに飛びですね。これが普通の手だと思うんですけど、まあ飛ぶことによって右上の白3子も弱くなりますからね。これはもう左辺の陣も頑張ってしまうという手ですね。まあここら辺はやはりすごい頑張りですね。で、白もこちらに打ってきましたね。で、こういう形になりまして。で、これで、白この右上の白石弱かったんですけど、この種石の黒3つを取って連絡できたので、まあ、白としても不満のない別れなのかなと思いますね。で、黒としても一応予定通りの進行なのかなと思いますね、これも。で、こちらに打って。で、次が冷静でしたね。で、こちらに打って。まあ、この黒がどうなるかですけどね。
ここに出て、切って、まあ、死ぬことはないということですね。これ、黒生きることはできたんですけど、ここら辺に割り込んだあたりで、まあ、ここに打っとけば、生きるんですけど、白もこういうふうに、この黒石2目を取って生きるので、これはお互い生き生きという形なんですけど、まあ、これでは黒悪いという判断をしたんですね。確かにこれは、ここ取られたら痛いんですね。なので、まあ、黒はもうこれ最強の頑張りですね。頑張ったんですけど、こちらに取られてしまって、黒が部分的に生きてないんですね。これは、藤沢さんのパンチが、まともに一発入ったかなと思いますね。で、ここに打ちまして、これは、まあ明らかに勝負手ですよね。ものすごい勝負手ですね。これ黒何を狙ってるかっていうと、ここに、一斉にこういうふうに、粘る筋がありまして、凹んで。まあ、ここに打ってこう狙ってるわけですね。でも今すぐはちょっと、コウ材がないので無理ということですね。なので、コウ材作りなんですけど、もう下辺なんか白地だと思ってたところにまともにドカンときましたね。で、こちらに打ちまして。いや、これがいい手でしたね。このコスミが効いてるので、下辺が手になると言ってるんですね、これ。中から打ちまして。で、この時に藤沢さんも一歩も引かないですね。この手も最強の一手でしたね。これ分かりやすく打つなら、こちらから逆側から跳ねていく手もありましたね。まあ、これだと黒こちらに引きまして、ついて、まあ、黒も継ぎまして、これ振り替わりになるんですね。この形はですね、ここの飛びが効くので、まあ、この白の2目捨て石にして、まあ、白も一応この黒の中から打った手持ち込みになってますので、なってる意味もありますので、まあ、これ白も打てる分かれかなと思いますね。まあ、実戦は最強の一手ですね。まあ、全部、白頑張ったんですけど、黒もですね、中で生きることができましたね。これは結構なえぐりなんですけど、まあ、白こちらに、こう解消しまして、まあ、これで打てるという藤沢さんの明るい形勢判断でしたね。これがですね、正しい判断でしたね。まあ、外側の黒も弱いですし、ここの3子もね、結構危ないので。で、これも明るい判断でしたね。こっちをしっかり、この2目取っといて、打てるという判断で。まあ、ここら辺では、はっきり白が形勢いいようですね。で、ここに跳ねていった手もいい手で、これなんか抑えにくい形なんですよね。抑えると、まあ、抑える一手に見えるんですけど、抑えるとこっちに切る手がありまして、これ継ぐと、こっちに打って、ここの黒の石取る手があるんですよね。だからちょっと黒のが結構困ってる形なんですよね。跳ねられて。なので、こっち側から切りまして、ここに、これ黒がすごい辛抱しましたね。切りに対しては逃げないということですね。逃げないでこっちに打とうということですね。結構これ真ん中の黒地減ってますよね。だから白が相当形勢いいんですね。この時点では。この時点では絶景評価値100でした。なので、このまま終わるかと、このまま白が勝つかと思ったんですけど、まあ、この後寄せなんですけど、これ、この後ですね、特に白が大きなミスしたわけではないんですけど、一力さんの寄せがめちゃめちゃうまかったんですよね。まあ、ちょっと、ここからは早めに見ますけど、白がこれ今何をやってるかっていうと、この
黒の模様を破壊しに行ったんですね。で、中で点になるかどうかっていうところなんですけど、こちらに取りまして、黒のね、真ん中の字も破壊したんですね。ちょっと白がまたさらにポイントを取ったんですね。なので、これは白が勝つかなと思って見てたんですけど、ちょっとここら辺からね、時間つなぎとかが白多くなるんですね。まあ、早碁なので、ちょっと時間つなぎとか打ってるのかなと思いますね。で、ここら辺にね、ちょっと跳ねられた時とかに形が歪んでしまって、白がね、細かいミスを何回かしてるような、そういうような状況なんですね。で、大きなミスは白一切してないんですけど、細かいミスを何回かしてしまいまして、で、この碁はですね、237手まで打たれたんですけど、黒の中押し勝ちとなりました。本当に細かいミス、1目損とか2目損とかの細かいミスを、まあ何回かしてしまって、それが重なって寄せだけでですね、一力さんが大逆転したという、そういう一局だったのかなと思いますね。やはりこの一番もうすごかったのはこの左上の黒が取られてからですよね。取られてからこの下辺打ち込んでいって、もうこの下辺白地だと思っていたところをね、黒地にしたりして、そこからの黒の勝負手の連続巻き返しがすごい一局だったかなと思います。というわけで、今回はここら辺で終わりにしたいと思います。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。